米原雲海作、ジェンナー像米原雲海から1925年3月25日は、明治、大正期の日本の彫刻家。島根県出身。本名は小山光太郎で、後に前原家の養子になる。幼名は小三郎。明治2年に出雲国安来に生まれた。はじめ建築彫刻を学び大工となったが、京都や奈良の彫刻に触発されて彫刻家を志し、明治23年には上京して、高村光雲に師事して、木彫を学んだ。その後、日本美術協会展や内国官僚博覧会等で受賞を重ね、山崎朝雲と共に光雲門の双璧と称された。明治27年には至光雲の号にちなみ雲海と号した。明治28年には東京美術学校雇いとなり、同30年まで勤務する。西洋彫刻の制作法も取り入れ、明治30年には石膏原型をもとに比例コンパスを使って拡大する技術を用いてジェンナー像を制作し木彫界に革命を起こした。明治40年には岡倉天心の下山崎朝雲や平櫛田中らと共に日本彫刻会の結成にも参加し、以降東洋的な題材の作品を多く制作する。文展や定展の審査員も歴任し、大正8年には、長野善光寺の仁王像を光雲との合作により、完成させる。大正14年死去。前日のジェンナー像のみならず、雲海は多数の作品を手掛けた。1907年、第1回東京官僚博覧会に、青章を出展し、一等賞を受賞した。この作品は1910年に、ロンドンで開催された日英博覧会でも、金賞を受賞し、2002年には文化庁から登録美術品に登録された。他、戦艦、竹取翁、旅人、陸観音像などの代表作がある。以下、雲海による作品のうち主なものをいくつか挙げる。ありがとうございます。